月3日から8月の6日までの4日間行われております竿燈まつりでございます。ぜひ夏の本番に皆さんおいでいただきたいと思います。実はこのお祭り、秋田は酒どころですけれども、お酒すんごく美味しいんですよ。大した目指すのも酒子飲まなきゃのお祭りです。酒子飲むとフラフラしてこの竿燈、重い竿燈持てません。ですので終わってからエンジェと飲みます。そういうお祭りでございます。何せ重さが50キロございますのでね、バランスを崩すと大変です。さあ皆さん、あのお近くに寄って写真撮影とかを始めてみてください。触れ合いの時間を設けたいと思います。どうぞ。